入隊形はインコースから3番、1番、2番、6番、4番、5番です。スタート3秒前、1秒前、スタートきました。まずはトロッカースタート。スリットがセンターから2号艇、サニア2号艇、1号艇、視界も1つだ。さあ、1マーク、1号艇、視界が一気に3号艇を叩く。まくる、1号艇、視界、運動中心、1号艇、視界が先頭。そして外、まくっていくのは4号艇、4号艇の池田浩司であります。サニア2号艇、今村3番艇、サニア1号艇、5号艇、鳥貝追走。先頭は1号艇の白井英治、人気の中心であります。さあ2番手争いはまずは6号艇、そして4号艇表としまして展開します。先頭1号艇白井、若干差がなくなっておりますが、さあ2号いや4号艇と2号艇であります。4号艇と2号艇であります。先頭1号艇の白井、2番手の下4号艇池田、半番手が2号艇今村水槽、背景の方は142ですが、2号艇今村インコースが突っ込んでくる。さあ4号艇、さあ仕返してくる2号艇、4号艇ラップ状態、インコースが4号艇の池田、アウトコース2号艇今村、4号艇池田が伸びて1停止2停止優勢。先頭は1号艇の白井、2番手4号艇、3番手が2号艇の今村。1周2マークは1号艇の白井がトップで回ります。2番手追走4号艇の池田、そして内側切り込んでは2号艇の今村がありますが届きません。先頭1号艇白井英治、人気の中心、時計マイルを通過。2番手追走4号艇池田浩司、後方3艇身で2号艇今村追走、さらに後方水が来まして5号艇の鳥海、そして3号艇城滝、最後方6号艇山室、1号艇4号艇とバックに入ります。4番ターンがつらくなって2号艇今村もう1回刺してきますが、さあこの辺り2艇身か、4号艇池田稼働して2番手をキープ、2号艇今村もう一度恥をかける、伸びる今村、今村伸びて4号艇池田、佐野が判定審です。ラストマーク1号艇白井クリア、2番手追走4号艇池田が回る。さあ今村内を刺してくるかどうか、今村渾身の刺しは届かないか、2号艇今村突っ込んでくるか、4号艇池田押し切りそう。先頭1番白井1着で合理、4番池田合理、2番合理。新入隊形はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタート3秒前、1秒前、スタートを切ります。センターから3号艇滝沢でありますが、これはかなり早いタイミング模様であります。3号艇滝沢、スタートタイミングが心配されますが、どうでしょう。3号艇滝沢であります。フライングがありました、フライングがありました。3番は変換欠場です。3番はそれのため変換欠場、従いまして3号艇滝沢に関するフラケーは全て払い戻し、3号艇に関するフラケーは全て払い戻しです。大切にしません。このレースはスタートアップが先頭は現在は4号艇の春田となります。そして2番手追走5号艇西田、3番手が1号艇岡本俊二、背景の方は4号艇となっています。西島4号艇旗のトップでもあります。2番手5号艇の西田、1号艇の関東の会計の方は4号1、先頭6号艇原田駅、原田先頭キープ、そして2艇身で5号艇西田が追走、1号艇2キロの方は現在3番艇、なおこのレースはスタートアップ時点と3番は変換鉄道です。2周2番です、4号艇トップでもあります。2番手5号艇西田、会計の方は変わって運動体制ホーム無線コース、先頭キーパー4号艇原田駅であります。2番手チーム5号艇西田、時計マイル通過、後方1号艇岡本3番艇、さらには2号艇の松井、最後方6号艇倉上追走、最終周回に1番4号艇立ち上がって原田がバックスレッジに入ります。2番手5号艇西田、会計の方は4号艇正1号艇岡本が3番艇、なおこのレースはスタートアップしていると3番艇がフライングに散っています。会計の方は4号1の 300m にいます。先頭4号艇原田駅や、このまま先頭キープしますと明日の優勝戦は1号艇です。2番手追走5号艇の西田、背景の方は4号艇制1号艇3番艇、背景の方は4号1まもなくゴールを迎えます。先頭4番原田1着で合理、5番西田合理、1番岡本合理。体形はインコースから1番、2番、4番、3番、5番、6番です。スタート3秒前、1秒前、スタートを作りました。3号艇と5号艇、3号艇、5号艇、浜根や野沢、地元の2人がスタートを決める。スリットがインから1号艇、植木も行った。さあ植木が高い、強引に巻き出した3号艇、浜根や内を旋回した4号艇、中口、さあ中口、インコースからグラウンド投げる4号艇、中口、中口先頭、2番体制が3号艇の1号艇、3号艇、浜根や1号艇の植木、インコースから6号艇、2号艇と突っ込んでくる。レーススタートは正常、
今4号艇アダムストッパー、2番前回は6号艇チョッパーが何か後方をやり合っている、内側をやり合っておりますが、6号艇川北、川北2番手浮上か、インコースから1号艇植木、さあ植木上がってきた、6号艇1号艇が浮上か、インコースから1号艇植木道彦、人気の中心アウトコース6号艇、インコースから突っ込んで3号艇浜田も行った、さあ 2周目の1番手は6号艇の川北、全速ターンになりますが、1号艇3号艇立て直してくる、インコースから3号艇の浜田屋健吾、センター1号艇の植木、さあ今度は3号艇1号艇ラップ状態、3号艇浜田屋、インコースアウトコース1号艇の植木、2周に回った3号艇1号艇やり合ったかどうか、さあやり合った、その内側感激をついたら6号艇を刺してくるが、1号艇植木、植木が3号艇浜田屋を潰す、1号艇植木単独2番手浮上、先頭4号艇中口、2番手1号艇の植木、3番手が6号艇川北、体形の方は416、最終周回の1番手4号艇とスパーン、2番手前は1号艇、6番の内側クルッと2号艇石田でありますが、さあ3番手の席激戦とかある、2号艇6号艇インコース2号艇石田聖子、アウトコースが6号艇川北であります、先頭は4号艇中口、2番手が1号艇の植木道彦、人気の中心、3番手の席は2号艇石田が先前に打ちます、差し込んでは6号艇川北でありますが届きません、先頭は4号艇中口、2番手1号艇植木まもなくゴール、先頭4番中口1着で合輪、1番植木合輪、2番合輪、19回全日本選手権競争優勝戦第12レースを開始します。第3の選手1号艇ダービー2年連続優出愛知の原田幸也、2号艇愛知のリーダー格中口博隆、3号艇こちらも2年連続ダービー優出山口の司会英治、4号艇地元期待神奈川の西田康史、5号艇は帝王福岡の植木道彦、6号艇は SG 初の優勝戦進出愛知の池田浩二、以上6選手の対戦です。1コース1号艇原田、2コース2号艇の中口、3コース3号艇の白井、そして4号艇の西田、4コースアウト2艇引いていきます。5号艇の植木、そして6号艇の池田、枠なりアウト2艇が後方、優勝戦第12レース6艇が進入を開始、インコースから1番2番3番4番5番6番スタート2秒前です、インコース1号艇の原田、さあほぼ横一線の状態、1マーク、インから1号艇、インから1号艇、連続ターン、2号艇、2号艇、追い込んだ、2号艇はトップ、2号艇はトップ、先頭は1号艇、1号艇の原田、1号艇の原田先頭、その後ろ3号艇の白井、3号艇の白井が2番手です、なおスタートは正常、スタートは正常です、先頭は1号艇の原田幸也、1号艇の原田幸也先頭、その後ろは3号艇、そして5号艇、5号艇の植木が内側入って2番手に進出、5号艇の植木が2番手です、3番手3号艇の白井、3号艇の白井3番手、その後ろ6号艇の池田、そして4号艇の西田と続いています、2号艇の中口は失格、2号艇の中口はトップのため失格となっています。第49回全日本選手権競争、先頭は1号艇1の原田幸也、1号艇の原田幸也が先頭、続いて5号艇の植木が2番手です、5号艇の植木2番手、3番手は3号艇の白井、3号艇の白井英治が3番手です、後方には6号艇の池田、そして4号艇の西田と続いています。最終周回に入りました、先頭は1号艇愛知の原田幸也、1号艇の原田幸也が先頭です、SG これが3度目の優勝戦進出、そして嬉しい SG 初塁目前です、独走となりました、1号艇愛知の原田幸也です、続いて5号艇の植木が2番手、5号艇の植木2番手、3番手は3号艇の白井英治です、最終タタク先頭で立つ1号艇愛知の原田幸也です、SG 初V1 号艇の原田幸也先頭で最後の直線コース、2番手5号艇の植木です、
前方1番の原田裕樹がゴールイン。続いて5番の鈴木ゴールイン。3番ですね。49回全日本選手権競争優勝、原田裕樹選手でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。そうですね、はい、はい、まずはレースのお話でございますが、昨日ですね、はい、準優勝戦を勝ち上がって1号艇になりました、はい、まずその時の気分から伺いたいと思いますが、はい、まあそうですね、もう一周1マーク回って一人出てきたときは、もう1号艇のことしか頭になかったです。ああ、そうですか。で、優勝戦迎えるまでね、まあ、ご自身では例えば、ちょっとこう緊張感が高まってきたとか、そういったマインドコントロール部分はいかがなんですか？いやー、まあ、レース本当に始まるまでは全然そういうのなく、うん、ただ、もっと向かい風が止んでくれたらいいのになって、それぐらいしか考えてなかったです。結局はスロースイーから4艇になったんですけども、例えば西田選手だとか植木選手、まあ、原田選手と出てみますと先輩になるんですけども、はい、なんかこう必要以上にもっとこう内側を取ってくるのかなっていう予測もあったわけですか？いや、まあピット離れが遅れない限りは僕も、うん、まあもし来られても突っ張ってたんで、うん、多分まあそこら辺は駆け引きですけど、うん、先輩がどう思ってたかわからないですけど、多分まあ同じ深くなるならと思って先輩も諦めてくれたんじゃないかなと思います。スタートしてからもそんな人とからね、覗く感じはなかったと思いますけども。そうですね、スタートしてからちょっと僕落としながら行ったんですけど、うん、出てくような感じもあってすごい余裕で1マーク回れたんで、うん、はい、そこら辺もでかかったと思います。もう回った段階でやったって感じですか？そうですね、もう回る時には、うん、なんかハンドル切った瞬間に自分の思い通りのかかりがあったんで、うん、もうそこら辺で、はいはい、あ、これ大丈夫かなと思いましたけど。そうですか、9100万円になりましたけども、当然これ賞金王ってことになりますね。そうですね、なんか最高の形でいけそうですね、うん、なるほど。